手貼りです。小さい頃から疑問に思ったこと、不思議に思ったことは何でも知っておきたい性格でした。例えば小学1年生の時、太陽の力ってそんなにすごいのかなと気になった僕は、自由研究で植物と日光の関係について調べました。さらに2年生になって、植物と人工光との関係について調査しました。その考察が市の代表に選ばれ、大勢の前で発表することとなり、思いがけずたくさんの人に研究成果を伝えることができました。これは発表した時の様子です。どう話せば伝わるかを考え、一生懸命練習して発表しました。とても緊張したけれど、たくさんの人が自分の発表を真剣に聞いてくれたことがとても嬉しかったのを今でも覚えています。また在来に興味を持った僕は、実際にあちこちの池や川を巡って泥だらけになって、在来を捕まえ統計グラフにまとめて発表をしました。200匹の在来を捕まえ、川の温度、流れの速さ、深さと在来の大きさに関係があるか調査しました。その結果、水温が低く川の流れが速くて深い川には、大きくて立派なザリガニがたくさんいることが分かりました。統計グラフを作るときには、どう書けば見やすいかを考えて、棒グラフや円グラフを交えて作りました。今年の夏休みには、茶碗蒸しに舞茸を入れるとなぜ固まらないのかというテーマで自由研究を行いました。この研究をしようと思ったきっかけは、姉から舞茸を入れた茶碗蒸しは固まらないという話を聞き、本当に固まらないのか疑問に思ったことがきっかけです。舞茸に含まれるプロテアーゼに関する6個の実験を行い、予想を立て結果をまとめ考察をしました。研究結果から、舞茸を入れた茶碗蒸しは固まらないことを証明することができました。この研究が市の代表に選ばれ、県の審査会で最優秀賞を取ることができました。自分の研究をまたたくさんの人に知ってもらうことができ、とても嬉しかったです。このような研究を通して、自分は何かを徹底して調べたりまとめたりすることが好きなんだなと気づきました。また僕は人を喜ばせることが好きです。小さい頃から人の役に立つものを工夫して作ってきました。学校で卓球が流行った時には、ネットがなくて困っていたクラスメイトのために、身近にあるものを使い、机に固定できる特別ネットを作りました。このネットの最大の特徴は、机の幅と机の厚さに合わせて固定できることです。このように支柱を机の両端に固定します。そして余ったネットをくるくると巻きます。そうすればピンとネットを張ることができます。固定するにはどうすればいいか、ネットを巻くにはどうすればいいか、たくさん悩んで試作を繰り返し完成させることができました。このネットはクラスメイトから大好評で、笑顔でありがとう、本当助かるわと言ってもらった時には、自分が工夫して作ったものが人に喜んでもらえ、とても嬉しく感じました。知りたがりで、ものづくりが好きで、人の役にも立ちたい、そんな僕の志は、世界中の人に笑顔や喜びを与えるために、人の役に立つ、みんながあっと驚くワクワクするようなものを作り出せるエンジニアになることです。エンジニアといっても、機械や科学、情報など様々な分野があります。今はまだどの分野が自分に合っているのか模索中です。だから今僕は勉強を頑張っています。中学受験をして、中高一貫校に入って、自分の興味を広げ、さらに知識を深めるために研究の最先端を行く大学を目指したいと思っています。また日々疑問に思ったことはそのままにせず、どんどん調べて知識を増やしていこうと思います。そして将来、必ず世界に貢献できる人間になります。ありがとうございました。